皆さんこんにちは、ドクターライオットのランです。本日は子どもたちを日々確実に伸ばすたった一つの方法について話していこうと思います。よろしくお願いします。皆さんは子どもが立てた目標や我々教員が言葉かけたことがなかなか達成されないという現状に悩まされたことはないでしょうか。その原因の一つとして挙げられるのが、子どもが立てた目標、そして我々が言った言葉が見える化されていない、つまりその瞬間だけ考えて終わりというケースが考えられます。ということは、我々教師はどういう行動を取ればいいのでしょうか。おそらくそれが思い当たらないので、子どもたちは停滞したままだと思います。これは単純に反対言葉で見える化すればいいだけなんですね。では今からどのように子どもたちが立てた目標を見える化するかということについて話します。用意するものはたった一つ、大きめの付箋です。おそらく我々学校の事務室を探せばいくらでもあると思うので、漁ってみてください。次にいつするかというと、帰りの会と朝の会のたった3分だけを使います。慣れてくると3分もかからず1分2分で終わると思うので、ぜひやってみてください。それでは、帰りの会で付箋に書くことについて説明します。大きく2つです。その日の良かったところ、成功したこと、そしてその日の悪かったところ、失敗したことについて書いてもらいます。そして次の日の朝の会にその日の目標、そしてその日やりたいことを書いてもらいます。ここで私が大事にしていることは、簡単に考えること、そしてそんなに分量を書かないことを意識させています。また帰りの会でしっかり朝立てた目標に対して自分がどう思うかを振り返ってもらってください。朝立てた目標を振り返らずに的外れなことを書きすぎても目標が分散して叶えにくいです。必ずその日朝立てた短い目標を達成することで自己肯定感も高まるのではないかと私は思います。以上で本日、私から提案させていただいた子供を確実に一歩ずつ成長させる方法について、シェアさせていただきました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。では次のチャンネルで会いましょう。さよなら。